はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバーセドです。さあ本日なんですが、マスターオブドラゴンマギアがね、いよいよ実装されましたということで、これ召喚ムービーもねあってね、めちゃくちゃかっこいいですよね。でこのモンスターを使って今日はデッキ作ってきたんで、ご紹介していこうかなというふうに思っておりまして、これどういうカードかと言いますと、かなり融合召喚条件重くて、ブルーアイズアルティメットドラゴン、またはブルーアイズモンスター ×3 プラスカオス儀式モンスターというね融合召喚条件になってます。で、まあ、融合代用モンスターとかでもいいし、こっちはカオス儀式モンスターでもいいんで、まあ、一応ある程度出しやすくはあるんですけど、ただやっぱこれ用意するの大変なんですよね。でしかも融合召喚でしか特殊召喚できないっていうのもありまして、召喚条件もまあまあきついですよと、インチキ召喚はまあできないですよっていう感じになってます。ただし効果めっちゃ強くて、相手が効果発動した時にこのカード名の効果は魔法トラップモンスターの効果に対してそれぞれ1回ずつ発動できるよと。でその発動を無効に従いする、つまり魔法トラップモンスターの効果1回ずつ止めれます。はい、クソ強いです。で、2番、表から表示のこのカードが相手のフィールドが離れたら、エクストラリティ墓地からブルーアイズモンスターかカオスキシモンスターを特殊ができるよという効果ですね。で、今回はこのカードを活躍させていくにあたりまして、まあ、どんなデッキと相性がいいかという話をしていきたいんですけど、まずブルーアイズデッキと相性がいいと思っていらっしゃる方、ブルーアイズデッキそもそもそんなにかあの展開力もないですし、融合サーチ、カオス儀式モンスターサーチ遅いんですね、全部エンドフェイズとかなんで。なんでこれ出そうと思うと結構難しいです。なんかその外付けギミックを用意するしかありません。あの天帝の使徒入れたりとかすびきとかに頼るしかありません。で、カオス儀式モンスターといえばブラックマジシャンとかもあるんですけど、ブラックマジシャンデッキも同じような感じで、確定ルートとかはありません。このモンスターを簡単に出す方法っていうのは基本的にあのイゾルデを成立させたりしてドラゴンを経由して出すか、または今回採用している、覇王魔術師デッキのギミックですね。これがめちゃくちゃ相性がいいというところが実はございまして、これなんでかっていうと、この覇王門ゼロっていうカードがあの覇王竜ザークを出すときに結構使える効果いっぱい持ってるんですけど、それがですねあのドラゴンマギアを出すときにもめちゃくちゃ使えるんですよ。覇王門ゼロの効果、まずモンスター効果で一旦に一度このカード以外の自分の表側表示のカードを爆破してドラゴン族の融合モンスターを出せますよと、エクストラデッキから。だからこれで究極竜を出してこれるんですね。まあその代わり効果があの無効に、なって攻守がゼロなんで、まあ、融合素材とかリンク素材とかにしか使えないんですけどね、はい。でペンデラム効果、これは覇王も無限っていう、まあ、このこっちなんですけど、このスケールが存在している場合、自分の P ゾーンのカードを2枚を破壊してできたら融合かフュージョン魔法カードを加えるよっていう効果があって、これで究極融合っていう、まあ、マギアを出せる超強い融合魔法があるんですけど、これをね出してこれるんですよ、まあ、出してこれるというか、まあ、持ってこれるんですよ。これがめちゃくちゃ強くて、この覇王門ゼロの効果をうまいこと使っていくと、一応ねあの例えば2枚コンボから簡単にいきます。割とダークブルームプラス魔術師とかダークブルームプラスなんかハオモゼロとかこの辺の組み合わせ、まあこれ攻撃のルートでもいいんですけど、これの組み合わせから、いけます。まあ、展開ルートはちょっとデッキレシピのところに書いていこうかなと思うんで、細かいのを見ていただければ、そっち見ていただければ分かるかなと思うんですけど、もうこのデッキ何が強いかというと、マギアってね短期で勝てるほど上手くないんですよ。実はこれ強いんですけど、まあ魔法タップモンスターの効果1回ずつ使あの止めれるってことは、逆に言うと1回しか止めないってことで、モンスター効果を2連発は3連発されるときに弱いし、魔法を2連発3連発されるときに弱いんですよ。だからマギア短期とかで勝てるほど甘い環境じゃないですね。だからマギアとかの横にちゃんと妨害モンスターも用意できるようなデッキで使うしかないんですよ。そういう場合であの魔術師デッキって展開力すごいんで、マギアの横に例えばウーサとかボルテックスとか立てれるんですね。そうするとマギアとまあ、横の妨害モンスターで戦うっていう動きができるので、これは強いんですよ、非常に。ちょっと今回この動きをね見せていければいいかなと思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ハンドは結構強そうですけど、ちょっと竜のレビューが通るかどうかだけですね。ちょっと増地だけ本当にやめてください。あのマジで増地きつすぎます、このデッキ。何もなすすべもなく終わります。ハリルラ OK、ハルウラ、あっちここに打ってくれたの。まあ一応ね、ダークブレムの召喚が通れば、このハンドだったらいけるんですけど、効果通ればね。一応コンボパーツはこのダークブレムと、まあ覇王門の魔術師か、ゼロ。まあどっちか、かな。コンボパーツとしては。今、とりあえずなんか効果通りそうじゃね。覇王門ゼロ。あと2ビルはもう無理。覇王門の魔術師の効果を発動。覇王門ゼロが存在するので、こちらに、
直接ハオモンゼロを持ってきて発動してるのにも意味があるんで、ちょっと後でご説明申し上げますが、多分でライトブルー持ってくるじゃないですか。ってことでスケール揃いますよね。で、まあ、一旦ペンデラムモンスターを含むモンスター2体でヘビーメタルフォースエレクトロンちゃん出していく。はい、メタルフォースちゃん出していく。でちなみにウララ持ってて、皆さんがウララを打った方がいいタイミングっていうのは基本的にはこれです。このエレクトラムが場に出てくる効果にウララを打つと大体相手困るんで、ペンデラム相手してウララ持ってるときはここに打ってあげてください。よかったら結構きついんで。で、アストログラフ効果発動、まあ、今回の場合ちょっとウララ打ってくれたんで展開通ってますけど、さあアストログラフを特殊召喚、かっこいい、相変わらずかっこいいぜストレッチマン。で、ハオモンゼロを回収して、ハオモンゼロちなみに2枚入ってないんでこの動きできないんでよろしくお願いします。で、一旦リンクして、エクシードを出していきましょう。ペンデラモンスター含むモンスター2体でエクシードを出して、リンク3になるね。で、エクシードの効果、エクストラデッキから、ペンデラモンスター回収できるんで、これでもう一回アストログラフを回収しまして、あ、ちなみに今回の、展開なんですが、アストログラフとあとそれからエレクトラムが過労死します。はい、多分過労死すると思います。まずハオモンゼロをペンデラムスケールにステッティング、そして、ハオケンリュウライトブルームをペンデラムスケールにステッティング、そして揺れろ魂のペンデラム天空にかけ光のワーク、うお現れろ俺のモンスターたちよ。ちなみにこれアストログラフは後で出すんで、これ今まだ出さなくて OK です。で、ハオーモンとダークブルームとハオーモンゼロとダークブルームを出して、で、ハオーモンゼロの効果を発動、フィールド上の表側表示のカードを爆破しながら、融合モンスター出すよっていこうか。これでうわーらららプレイスアルティメットドラゴン過去効果無効で、アストグラフの効果、アストグラフの効果に特殊召喚し、そして、ちなみにこのモンスターの効果に対しないんでね。で、デッキからカードをもちろん手札に加わさせてもらうぜ。これでライトブルームを手札に加わさせてもらう。プリン。そして、なんだっけ、闇属性ペンデラモンスター2体で、リンク召喚、あ、融合召喚、現れろ。覇王剣竜、スターブベラム、スターブベラムの効果。僕の名前はエレクトラム、よろしくね。そして、エレクトラムの効果を発動。これでなんかその、あれですね、エレクトラムの効果を、だからこれが2回目か、2回目、はい。で、アストグラフ回収。そしてまたアストログラフの効果とライトブルームの効果はチェーンをして発動、ライトブルームとアストログラフでアストロちゃんが盤面に出てきて、ひょい、これなんかあれだよね、やっぱちょっとこの動きやっぱインチキな気がするよね楽しいんだけどね、やってる方はやってる方はめちゃくちゃ楽しい。でライトブルームを回収、 OK。 でまあ、ロムルスが一番良さそうですね、これで一旦ね。はい。1体余ってるから、あ、でも1体余ってたらまんま微妙かな、俺。ドラムリン隊でロムルス出して、で、ロムルス効果。で、竜の警告を持ってくる。で、竜の警告を発動。で、これで竜の警告の効果によって何をしたいかっていうと、融合素材を墓地の食ってただけなんですよ。融合素材を墓地を食ってただけなんで、これで、カオスマックスを終了して。そんな、ロイヤル加工なのに。ロイヤル加工なのに墓地で叩き落とすなんて。そして、効果モンスター2体でリンクをしていきます。これでトカちゃんを出しまして、で、もう一回エレクトラムを蘇生しますエレクトラム何回使うねん。はい、よみがえります、こんにちは。そしてエレクトラムの効果、フィールドのカードを1枚破壊してエクストラデッキからカードを1枚手札に加える、これは名称指定のサイじゃない。バキーンって割って、で、アストログラフ回収、そうするとアストログラフがびっくりして、うお、びっくりしたーって出てきて、で、アストログラフが特殊召喚成功した場合の効果をもう一回発動していく。もう何回目か忘れたけども、3回目かな、アストログラフ4回目かな、ちょっとわかんないけど、で、デッキからカードを手札に加えて、で、覇王門の魔術師を手札に加えていく。そして、覇王門の魔術師をペンデラムスケールにセッティングしまして、この魔術師の効果が、これ破壊した時に覇王門系のカードを貼れるよっていうことなんですけど、これで、ここのタイミングで無限を貼るんですね。はい。無限を張ります。デッキから、覇王門無限もセッティング。OK。で、覇王門ゼロの効果と、エクシードの効果を起動しまして、これで、エクシードの効果で、レベル7出して、
で、ゼロの効果によって融合カードというのがいる。これでアルティメットフュージョンが手札。そして手札にマジックカードアルティメットフュージョンを発動。アルティメットフュージョンの効果による自分の墓地から究極竜とカオスマックスをデッキに戻し現れろ。ドラゴンマギアバックダウン。かっこいい、かっこいい召喚ムービー、めちゃくちゃかっこいい。そしてレベル7のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚オットアイズアブソリュートドラゴン。そしてマスカレーナ倒して、これでまあ、展開終了な。ああ、ボルテックスだけど。そして、アブソリュートドラゴンの効果、墓地に送られた場合、エクストラデッキから、オットアイズ、ボルテックスドラゴンを特殊召喚。よし、最強。さすがに最強、勝った。これちなみに妨害数めっちゃ多いからね。マスカレーナからの1妨害。で、リトルナイトでもう1妨害。あれ、まあ、そこは1妨害で数えるから、1妨害、実質。で、リトルナイトもう1回1妨害あるだろ。まあ、リトルナイト2妨害みたいなもんだ。で、マギアで3妨害。で、ボルテックスもう1妨害。で、トカヒメでも1妨害。7妨害。先行7妨害です、これ。来ました。勝ちました、これ。お。いやー、なるほど。それは破壊したらあかんねえ。それは除外した方がいいね。これ、リトナバシに行った方がいいんじゃない。これは破壊してしまうと効果が発動してトラップカードがサーチされるというなんか地獄が起きたりして、でそれをコストにとかやられるとやばいので、これはマスカレーナをもうこのタイミングでチェーンし、マスカレーナ と、炎属性を残しながら、リトナを出しに行くと。盤面にね、炎属性がいるとトガ姫が、コストにしてあのエレクトラムぶっ壊して出てきて相手のモンスターを爆破してくれるんで、まあ、それも妨害になるんで、ね、なんで基本的にはマスカレーナから妨害を使う、基本的にはね。で、ティアラメンズスクリーム、あ、ちなみに一応ウーサも出せます、これ一応。あ、石壁ですね。はい。これ、無効にした方がいいか。無効にさせてもろって。まあ、マギアの方がいいか。マギア、無効にさせてもらって。マギア君はね、魔法、トラップ、モンスターの効果1回ずつ止まれるんで、今、魔法を止めたんで、まだ、罠とモンスター止めます。つえまあ、出せれば強いのよ。マジで、こいつは。なるほど、なるほど。いや、これ、無効にしたら、破壊されるからワンチャン融合されるかもしれないけど、融合効果止めればいいか、もう別に。いや、マギア君行こう。ちょっとこれでまあ最悪も、ま、ティアラメンズモンスターだったとしても、だからこの融合効果止めてしまえば問題はない、一切で。まだトガ姫残ってるし、リトルナイトも残ってる、俺にはボルテックスも残ってる、なんなら今は今の現状だと。まあちょっとこれはさすがにボルテックスを使わざるを得ないかもしれないけど、てか、あ、待って、これチェーンないんじゃない、これ融合、融合できんかった、これティアラメンじゃない、相手手札、手札ティアラメンじゃないわ。手数もさすがに出ねえだろ、これさすがに手数でね。もう一棒、もう一手札をボルテックスで無効にして、もう相手ランもできなくて、ゲボ吐いて地ヘド吐きながらこれサレンダーですよね。言ったでしょ、マギアって最強。今回のボックス誰がムクレンって言われて笑ったわ。俺もそう思った。マジで今回のまあ、さボックスマジでさ、結構どうでもいい微妙なカードめっちゃ多くてさ、なんか YouTuber しか喜んでねえって言われてた。ああ、それはねマジでそう、ほんとそうでした。正直僕もそう思います。ちょっと一回ダークブルームムーブしていいですか。ダークブルームの効果を発動。うわー、ポチから特殊召喚ピョイー効果ぞ。あー、通りそうだな。ワンチャン結構あるんじゃないこれ。ね、これはね、ハーモンゼロだね。ハーモンゼロ持ってきて、で、紅翼の竜を爆発させる。で、紅翼の竜でハーモンを持ってくる。あ、でもこれハーモン使わなくてもこれいけるのはエレクトラの。竜の影響が入ってくから。で、ハーモンゼロ。まあでも一応こっちからね。一応こっちから行く。で、オットアイズ、特殊召喚。効果発動。いや、なんもなそうだな、マジで。なんもねえぞ、相手。うららも、なんか無限攻撃もエクスベーラーも、多分チェーンねえから、これ。なんもねえ。か、またはここまでがめてるっていう、マジ、今ぶりプレイングみたいな、ことされる可能性はある。さあ、エレクトラム効果、発動。あ、オッケー、通る。で、アストログラフ回収。で、ヘビーメタルフォースエレクトラム効果。ハーモンゼロ爆破する。アストラクラフからのヘビメタルフォースエレクトラム効果。なんかチェーンしたぞ。なんだ、なんかチェーンしたぞ。うわ、
べっしょここまでがめてきたか。うぜーうぜー。ペンデラム分かってんね。結構ね、ここの裏が痛いんですよね、普通に。いやまあでも一応召喚したらいいか。これ召喚して回収したらいけるか。エクシードザペンデラムで回収しに行って、でこれで08にして、でエクシード効果で、こうするだろう。で、覇王門ゼロ発動、そして、ライトブリムを発動で、ライトブリム効果発動、あ、効果発動ってか、ペンデラム召喚。あ、でもそうか、これあれか。あー、ちょっと待って、ゼロを盤面に出さないとあかんな。これちょっと待って、これ後でいい。ゼロを盤面に出さないといけないから、ちょっと待ってね。こうして、あー、じゃあ愚かな埋葬で落とせばいいのかな。愚かな埋葬でゼロ落としてエクシード拾えばいいわ。こうします。ちょっとイレギュラーなんですけど、ゼロを落としまして、ゼロ落とさないとちょっと究極竜が持ってこれないんですよね。なんでゼロをここで足して、で、こいつがね、意外とより強くて、こいつ盤面の効果が強くて、これ爆発じゃないですか、フィールドのカードを。そうするとなんかエクソディックから融合モンスター出せるってことがあるんですけど、これでね、ちょっとこいつをね出してこれるんですよね謎に。はい、で、お前の効果は発動しない。で、アストログラフの効果が起動する。で、アストログラフの効果起動して、こうして、で、デッキのカードを手札に変えていく。ライトブルームが加わる。オッケー。そしたらまあ一旦スターブですね。でここで、まあ、スターブ出しまして、で、再び、私はエレクトムですよって言い張って効果コピーしていくと。でこれで、爆破してアストロ回収して、でライトブルームの効果とアストロの効果が起動して、爆発爆発こうして、で手札に加えていく。いいよ、非常に今のところは。で、一旦ロムルスします。でロムルスくんの効果発動、竜の警告持ってくる。で今からアルマジキ、あのロイヤル加工を相手に自慢しながら墓地で叩き落とすっていう、ね、それだけの動きします。マジで相手に自慢して落とすだけっていうロイヤル加工をね。で融合、うわー、アルティメットフュージョン発動。ブルーアイズカオスマックスと究極竜をデッキに戻し、マスターオブドラゴンマギア爆弾。クソかっけえな、マジでこいつクソかっけえわ。そしたら、ランク7ウーサかな。これはマスカレ作れないから、アブソリュート出す。まあ、ちょっとあれでしたね、あのなんか、うらら打たれてなんかちょっと変なリュートになりましたけども、まあ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 対戦行きはないということで、これ4、あ、ちょっと3ウーサでいい。2 3 4、エクシードがねちょっとリンク3なんで、なんかでかいウーサ作りづらいんですよね。なんでロムルスを2と換算して、オットアイズボルアブソリュートの効果でボルテックスも出して、まあ十分でしょう、こんだけ出せれば。次のなんかスケールも揃ってるし、ああ、大変ですわ。さあかかってきなさい、アポロウーサちゃん3妨害、オットアイズボルテックス1妨害、ドラゴンマギア3妨害、計7妨害かかってこい。何、ああ融合きた、いきなり初手融合きた、初手融合きた。ナイトメアスロー、なるほど。まあでもあいつの効果無効にできるからな、別に無効にできるんだよな。ドラゴンマギアの効果っていうか、ドラゴンマギアの効果発動、ナイトメアペインだけ無効にすりゃいいっていう説もあるけど、まあいいや。おお、使ってくんだ、なるほど。ファントムビビルの効果を実質無効にはできるんで、はい、まあこれ強いですね、さすがに、さすがに最強。てかこれドラゴンマギア同一チェンジをいけんだこれ強いやん、ドラゴンマギア、これ同一チェンジをいけんのマジ強いんだ。さあ
あ、無理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 、アドバンテージ稼がせなければ多分いけるあのデッキ、多分さすがに。でこれでまあ召喚してきたモンスターの効果をウサル無効にすればもう何もできないしな、多分あれは。このデッキはそんなに後手から手数出るデッキじゃないんでね。あ、マギア強いね。あ、なんか手札先行欲しかったなこれ。めちゃくちゃ強いな。先行欲しかったゲーミングだ。マジシャンズソロズオッケーです。あー、ホールスデッキか、なるほど、オッケー。確かになんかイムセって魔法使うとかなんだよね。だから意外とマジシャンズソロズ普通に採用しても仕事するっていうね、割と。あと永続カードもめっちゃ多いから一応ドローまでできるっていう。あー、それ強いな、それ強いっすね。ちょっとそれはさ、犯罪だって何回言ったらわかんの。そのさ、王の棺の効果で隙の駆け足をしてるその動き、これね、法律違反です。はい、これを法律に違反してます。うわ、チキンレースやばすぎ。これもしかしてワンドローした後にマジシャンズソウルズでドローもできるってこと。クソ強いやん。やばい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 、やばいこときた。何これ、わけわからない。うわ、出た、レックリングお姉さん、レックリングお姉さんじゃん、お姉じゃんこれ。めっちゃエロい。もしかして俺これあれ独立切られちゃう。あ、リンク召喚しかできないんだっけ。でもリンク召喚はするからいけるか。いや、リンク召喚はなんか多分ビヨンドザペンデラムとか出せばワンチャンある、普通にイブリース。なるほど、ペンデラモンスター含んでれば一応リンク召喚できるんで、あの辺は割とね、それぐらいだったら全然なんとかなると思いますよ。はい、あ、なるほどね、いいでしょう。まあ、そのぐらい許して差し上げましょう。てっきりティアマトン、え、うわ、やば、エクストラモンスターゾーン封鎖された。やばやばやばい、リンク召喚できんやん。ちょっと待って、リンク召喚できんやんこれ、やばいって。いや、イブリースどかせねえ、マジやべえ。これ自爆特攻しようと思ったら、これあれもしかしてタイタニックギャラクシーが攻撃誘導してくるってこと。え、これどうすんのこれ。え、これどかせなくねえこれ。ちょっと待って、これマジでやばいわ。人間です、あ、どかしてくれる、どかしてくれ、どかしてくれ。ですよね。いや、これどかせねえぞこれマジで。これイブリースマジ邪魔なんだけど、参戦の際ちょっと今いらない。あ、でワンチャン使ってくれたらパクるとかある。ティアマトンパクってみたいなことはなんか起きないかな。ちょっと待って、頼む、なんかモンスター効果使ってくれ、モンスター効果をなんか使ってくれ。ちょ、そしたらワンチャンできるからマジで。じゃ、魔法カードを止めて、なんか頼む頼む、マジで本当に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 。一旦殴りに行ってみる。相手のタイタニックギャラクシーの効果を使わないっていうプレミするかもしれないしな。ですよねちょっと邪魔だってこのお姉さん、邪魔だっていらないって。あー、もうエルフもしょれないよ。どうすんのこれマジで、無理だって。助けて、助けてください。あー、イブリスちゃん、かわいそうに送りつけられてサンドバッグにされる。これが DV 彼氏ってやつか。